NIR マーケットブレイクスルーキャスターの山手幸美ですコメンテーターの井上哲夫です今回ご紹介する企業は証券コード3267株式会社フィルカンパニーですスタジオには代表取締役社長金子真理さんにお越しいただいておりますよろしくお願いしますよろしくお願いします フィルカンパニーさんですね二種類のユニークな土地活用商品こちらを提供されていらっしゃいますこの部分とあと中期経営計画発表されましたので成長戦略についてもお聞きしますよろしくお願いしますこの後はフィルカンパニーの歩み主な事業内容についてお伺いしますこの番組は SBI 証券の提供でお送りします 改めましてセメノ IR マーケットブレイクスルー今回お話をお伺いするのは株式会社フィルカンパニー代表取締役社長金子真理さんですよろしくお願いします。いたしますまずはフィルカンパニーの歩みを簡単にご紹介いたします2005年株式会社フィルカンパニーを設立2016年東証マザーズ市場へ上場 2019年、現在の株式会社プレミアムガレージハウスを完全子会社化し、プレミアムガレージハウス事業の展開を本格化。同年東証一部に市場変更します。2022年東証の市場区分再編に伴い東証プライム市場へ上場。2023年サステナビリティ宣言を策定。同年東証スタンダード市場へ市場変更。 そして、2024年、パーパス、ビジョン、バリューを策定、中期経営計画、ディープ・トゥ・ザ・ネクストステージを策定しました。では、はじめに、御社の経営理念ご紹介いただけますでしょうか。 創業から19年になるんですけれどもこれまで会社は何のために存在しているのかとかですねあと目指す姿ビジョンのようなものっていうのは言語化できていませんでしたそこでですね昨年経営陣のみならずですね社員とも議論を重ねましてここにありますように存在意義パーパスがですね街の隙間を想像で満たすで目指す姿ビジョン まちづくりをオーダーメイドで、価値観バリュー。地域とお客様のために、すべての力を尽くすというふうに定義いたしました。続きまして、御社の事業内容についてもご説明をお願いします。はい、当社は現在、二つの、えー、事業、空中店舗フィルパーク事業と、ガレージ付き賃貸住宅プレミアムガレージハウス事業を行っています。左がですね、空中店舗フィルパーク事業です。 駐車場の上部空間を活かした商業施設です。適したロケーションは商業性のある都市部ニッチスペースです。 あの写真のようにですね大体建物が3階から5階建てでして1階の全部または一部をコインパーキングにしてですねですで。当社テナントの誘致もやっておりまして飲食ですとかオフィスそれから美容クリニックなど、まあ、これまでさまざまなものをですね誘致してきました。 で平均の投資額なんですけれどもあのばらつきあるんですけれども8000万円からだいたい2億円が多いです。で累計実績数なんですけれども266等となっています。 で右側になるんですけれどもガガレレレーージジ付き賃貸住宅プレミアムガレージハウスですでこの賃貸住宅なんですけれどもあの一般のアパートと異なっているのが、まあ、ガレージが備え付けられているところですで我々のガレージハウスはですね車2台分が入る駐車場が下にあってガレージがあってでその上の部分は 1LDK の居住スペースになっています。 まあ適したロケーションまあ郊外ですとかインターチェンジなどですね、駅からの距離にとらわれないまあ安定した収益をもたらすことのできるまあ新しい形のえ投資商品ともいえます。 でテナント用途なんですけれども、まあ、あの車のガレージとしてのニーズ愛車をちゃんとガレージの中に、ね、収めたいというニーズは昔からあったんですけれども、まあ、コロナ禍で,です、ね、あの人々のライフスタイルが多様化したということもあって、まあ、昨今ではアトリエに使ったりですとか、まあ、ジムに使ったりなどガレージの使い方も多岐にわたってきています。 で平均投資額はだいたいですね5000万円から1億円になっています。で累計実績数としては101棟になりました。こちらの平均投資額を教えていただいたんですが、えー、ちょっとイメージ湧くようにですね。はい、右の写真プレミアムガレージハウスですね。こちらの、えー、ま4つ4棟ございますが、こちらでだいたい。 大体8000万円から1億円ぐらいですね 1> 1い、はい、続きましてこのスライドはです、ね、この2つの商品はどのようなスキームで行っているかとお示したもので,でして、当社の場合です、ね、この受け負い受注スキームと開発販売スキームと2つの方法を使っていますで左側なんですけれども受け負いの受注スキームはです、ね、土地のオーナー様に対して フィルパークあるいはプレミアムガレージハウスの企画をご提案して制約後はですね建築のみならずテナント誘致それから場合によっては管理までのサービスをご提供するものですで右側が開発販売スキームなんですけれどもこちらの方はですね当社が土地を仕入れまして建築テナント誘致を行った上でですね 土地とと建物を合わせて不動産投資家様にご販売するというものです。で、このスキームはですね土地を厳選してこちらで選ぶことができまた土地と建物を合わせて販売することでトップラインに貢献するスキームなんですけれども販売まではですね在庫として当社のバランスシートを使うモデルでもあります。 では事業の強みにつきましては後ほど詳しくお伺いします続いてはこちらのトピックですここからはパフォーマンスオーバービューフィルカンパニーの業績についてお伺いしますえまずは前年度2023年11月期の通期業績振り返ってください 当社の主力事業であるフィルパーク事業がです、ね、商業系の不動産であるためコロナ禍ではです、ね、需要が減退しました。 そのため2022年の11月期までの3年間は業績が低迷してしまったんですけれども昨年ですねようやく外部環境も好転しましてまた昨年から取り組んでいる経営改革の成果がです、ね、年度の後半に現れ始めたこともあって売上高は対前年比で36%増。 それから売上総利益も39%増で受注高請負受,受注高ですね40億円と、まあ、過去最高水準にまで回復しました。で販管費なんですけれどもコロナ禍でだいぶ減少してしまった人件費を補うために人件費かかりまして前年比で42%を 増加したもののですね売上の伸長がありましたので営業利益は結果的に前年比で26%の増益となりました続いて今年度2024年11月期第一四半期の実績についてもお願いいたします 売上高がですね前年同期比で17%減だったんですけれどもこれはです、ねまあ、予定していたあの開発販売案件がです、ね、引き渡しがあのずれしたことによるためですあの販売引き渡し件数がこの四半期ゼロ件になりましたで売上総利益の方はですね前年同期比で10%の増益となっています。 教育受注スキームの方は好調でして受注高は10.9億円と3四半期連続で10億円超になりましたそれから受注件数も10件で第一クォーターとしては過去最高になりました。で反感費なんですけれども対前年同期比で7%増加しているんですけれどもこれは主にですね組織体制の強化に伴って人件費ですとか 業務委託費が増加したことによります営業利益は前年と同水準でしたでは今年度2024年11月期の通期業績予想についてはいかがでしょうか引き続き経営改革を進めることによって売上高が前年対比で26%増の75億円 営業利益がです、ね、40%増の3億円経常利益としては2億8千万円親会社株主に帰属する当期純利益1億9千万円営業利益率4.0%を見込んでおります。はい あの先ほど営業利益までお話あったんですね、はい、でこの増減率を見ますとね、経常利益が106%、うん、最終利益であります親会社株主に帰属する当期純利益は400%となって、すごい大きい数字になっているんですが、ちょっと一つあの、教えていただきたいのはですね。はいはい この,あの2024年11月期の通期業績予想の経常利益と最終利益のこのパーセンテージは何となくイメージつくんですがこちらのところちょっと前期ですね2023年11月につきましてはこの経常利益と最終利益の間にちょっと大きな減額があるんですがこの部分は。 そうですね、あの本社を移転したんですけれども、はい、まあその移転に伴うあの資産除去債務のまあ計上と、うん、まあそれに伴うあの税国家会計の計上というところで、減額になっております、はい、ただ、いずれにせよ営業利益から最終利益のところまで、今期、2024年11月期については、前期を超える大きな増益,増益率の数字についても見込まれているということですね。はい、はいはい ここまで業績についてお伺いしました続いてはこちらのトピックです <music> ここからはフォーカスフィルカンパニーの強みに焦点を当てますでは御社事業の強みお聞かせください <music> まず空中店舗フィルパーク事業の強みですフィルパークは二つあると思っていますまずフィルパークというのはコインパーキングの収入はそのままで空中店舗からも追加収入を得るというものです景気に左右されにくい一階のコインパーキングからの安定収入とそれから空中階からの まあ、賃料収入、まあ、この2つの種類の収入を得ることでですね、えー、建物全体の次にですね、えー、投資コストを最適化して、まあ、その土地から生まれるあ価値ですね、まあ、特に利回りなんですけれども、まあ、それを利回りをですね最大限引き出す規格ができることが強みです。 ま、当社の場合はですね。まその土地の需要に合った空間づくりというのを大前提にしています。まそのためにあ3つの工夫があると思います。まずですね。その土地のマーケットの調査、それから周辺調査を徹底的に行って、まそのテナントの需要ニーズに応じてですね。あの、フロア面積を。 最最適適化化ししたたたりりりあるいいは階層数ををといった空間作りを行います。で、2番目に駐車場の上に建物を建てますので、まあ、車室が減ってしまうという可能性がありますので、まあ、そこを工夫したりですねでそういったものを考えた建物設計を行います。 それからデザイン性、視認性を確保することで、えー、テナントのですね店舗利益を最大化するような空間設計を行っておりますでこのフィルパーク事業なんですけれどもまず作りましたとでテナントを誘致してくださるそういうサービスがあると、うん、ただ実際蓋を開けてみたらちょっと入んなかった一、うん、部屋空いちゃったとかそういうことになるとオーナーさんとしてはこの 収益還元でこれぐらいの投資してもいいぞと思ったものちょっと崩れちゃうと思うんですよそこの部分って何か工夫はございますかあの当社がその初期テナントを誘致するまでの期間はあの当社があのご提案した庭の,の中での賃料を保証させていただいております。 なるほど、提案した賃料があると、はい、それどれぐらいの期間有効なんですか。2> そうですね、あの2年間なんですけれどもどまあ今の実績としては2年間の間に初期テナントが決まらなかったということは今の実績としてはないです。うんはい 続きましてプレミアムガレージハウスの強みです。まず当社ではですね独自の入居待ち登録システムというのを持っていまして、現在ですね入居待ち登録件数が7000件以上となっていますで。この入居待ち登録システムから新規のガレージハウスまたはまガレージハウスに。 空室が出たときにですね、随時ですね。継続的に、このシステムから入居希望者を紹介することが可能となっています。その結果として、高い入居率を確保することができています。で現在の入居率は、九十五点四パーセントとなっております。続きまして、事業の強みのまとめになります。まず、一つ目がですね、オーダーメイドの企画力があるということです。 徹底的なマーケット調査周辺調査を行うことによって空間の特性や土地オーナー様のニーズに即した最適なプランを設計することができます。それから2番目にオーダーメイドの企画を実現する実行力です。 で企画のみならずです、ね、この下にある企画建築リーシング管理をまではで、ね、ワンストップでサービスをご提供することによって提案したソリューションの実現にコミットすることができるというところが当社の強みであると考えています。では現状の経営課題といいますとどういう点になりますか、はい 当社創業からこれまで19年の中でですね。それまでの時期と異なる成長フェーズに入ったなと思われた時期がですね。三回ありまして、それぞれを創業期というふうに位置づけています。で昨年からをですね。われわれは第三創業期というふうに名付けて位置づけています。コロナ禍を抜けて、ここから。 会社を再び成長軌道に乗さなななければならないとしかしながらこの少数精鋭による事業拡大というにはですね限界があるというふうに認識しています。でここからはですね組織の力で会社を改革してビジネスをスケール化していかなければいけないというふうに思っていましてそこのところをですね一番大きな経課題と捉えております。 ここまでは事業の強み、経営課題についてお伺いしました。この後は新経営を挟んで今後の展望を含め、さらに詳しくお伺いします。ここからはネクストアクションズフィルカンパニーの成長戦略を中心にお伺いします。では今後の事業展望ですね。お聞かせください。えー、中期経営計画の目標ですけれども。 持続的成長の基盤となる体制仕組みを構築することです。3年間でですね、売上高2.5倍を目指す実行計画です。まあ、効率性とかまあ、生産性の向上ということも目指すんですけれどもですね。まずはスケール化に力点を置きます。で着手するのが事業プロセス改革、組織改革。 事業ポートフォリオの変革の三つですでは達成目標ですねどのように掲げていますか、はい、2026年の11月期売上高150億円営業利益12億円 ROE20% を目指しますでは具体的な戦略、はい、施策ですねどのように描いていらっしゃいますか これが第一の改革である事業プロセス改革になります。 ここで上げているオレンジで上げている1から4を重点的に行っていく方針です。えっと、まず、えー、1の営業改革なんですけれども当社ではです、ね、コロナの前までは1人の営業マンがです、ね、担当の案件に対してここで上げている案件の開拓からこの最後の物件の管理まで,です、ねまあ、1人で携わっていました。まあ、このような営業マンに 頼るやり方をやめてですねこの各プロセスごとを組織化して組織ごとに機能を担う体制というのをですねこれからはですねデジタルの活用を利用して営業プロセス全体を仕組み化していくということをやっていきます。 で丸二の反響獲得の仕組み作りなんですけれども、当社これまでですねマッチング契約を結んだ金融機関からの情報のご提供によって案件を獲得してきました。で昨年からですねここの案件獲得のところも専門の部隊が稼働しているんですけれども、この専門部隊の稼働したこの組織のさらなる充実と。 それから今この案件獲得というのがマッチングした金融機関からのご紹介に頼っているところも大きいので別のチャンネルですね特にウェブからの案件獲得というところも考えておりまして全体的にこの案件獲得のチャンネルの多様化というところをやっていきます。 それから「3」になるんですけれども建築の施工管理の部分ですここのところはですねもう多角的なアプローチでですね原価管理原価低減を図ってまいります。で「4」なんですけれどもプロパティマネジメントの強化です当社これまでですねご希望のあった物件にのみつど対応の管理というのを行ってまいりました。 が19年経ってです、ね、実績数もだいぶ増えてまいりましたあ今後はここの部分をですね積極的にプロパティマネジメントを行って事業として収益化してままいりますこのプロパティマネジメントの強化 いわゆる管理の部分ですよねそれれからこビルメンンテナうですね。となりますとここの部分は収益としてのストック化が図られるところにもなるということがありまたオーナー様とのここまでやってくれるんだっていうので満足度が上がって次のまたこちらの方に結びつくと。オーナー様のリピートの場合ここ早いですから そうですねもう当社の,あの強みっていうのは十分ご理解された上でのリピートになりますので、うん、これが事業プロセスの改革という部分ですね。はいはいえー、続きまして、えー、第2の改革である組織改革においては組織開発と人材開発の2つの領域の改革に力を注いでいきます。 組織開発については、まあ、強い組織を作っていくためにパーパスビジョンバリューを企業文化として定着させることそれから事業拡大に必要な機能から逆算した組織開発ですねそのための施策を打っていきます。 で右側の人材開発なんですけれども、えー、自律的、まあ、自発的な取り組みができる人材をま育てていくというところに力点を置きます。えー、続きまして第3の改革である事業ポートフォリオの変革です、えー、これまで当社のパーパスである街の隙間を創造で満たす手段として、えー、空中店舗フィルパーク事業とですね、えー ガレージ付き賃貸住宅プレミアムガレージハウス事業を行ってまいりましたまあ、中長期においてパーパスビジョンを具現化して持続的な成長を実現するために新規事業への投資は継続し事業ポットフォリオの変革を促してまいります 最後になりますけれどもあの当社は2023年1月にサステテナビリティ宣言を行いましたその中でですね世界中の難しい土地をゼロにということをスローガンに掲げております。 もともと当社はですね駐車場の上部空間を活用しないのはもったいないなとかあるいは街の中で本当に必要なものを無駄のない最適なサイズで作っていくということをやってきた会社です根本にはですねサステナブルな考え方というのが根付いていると思っております。 今後もですべ、ね、ての人に喜ばれるサステナブルで未来志向のものづくりを行ってままいりますここまで金子さんのお話さまざま伺ってきましたがここからは最後のコーナーとしまして番組に届いた質問にこの場で企業にお答えいただく「教えて一問一答」です。株主還元についいいいて経営陣のおお考えをお聞かせくださいととうことですはい えーまあ、その前提となるまあ資本政策への方針なんですけども当社の場合はですね、えー、財務健全性の確保とそれから成長のための投資 それと株主還元この3つへの資本を最適に配分するバランスさせていくっていうことが根本的に重要だと思っています。でその上で、まあ、当社はまだまだ成長フェーズにあるので、えー、積極的にですね利益の再投資を行っていくことがですね、まあ、中継の達成にとっても重要であるというふうには思っています。であの 株主様への配当なんですけれども、まあ、あのこれまではですね上場以来記念配当のような形で2回ほど行ってきただけだったんですねで昨年ですね、まあ、あの方針を変えましてこれからは毎年配当を出していくというふうに方針を定めました。 でえっ、ー、と長期にわたって、えー、まあ、お支払いを株主様のお支払いをお約束するっていうことでですねえー、特にあのより多くの個人の、えー、投資家様に、えー、当社の株を保有して長期的にですね保有していただきたいというのも狙いですはいで昨年はですねあの一株当たり5円と大変少額ではあったんですけれどもあの。 今後ともですね、えー、安定配当に努めてまいりたいと思ってます。申しまさらなる成長、はい、そして株主還元というところも期待していきたいと思います。今回は貴重なお話をありがとうございました。井上さん、はい、空中店舗とガレージ付き賃貸住宅、とってもユニークな土地活用でしたね。話聞いていたあの追い風吹いてるなと思ったんですよ。 空き家に関する特別措置法というのは去年、2023年12月から、えー、施行されているんですね、これあの、特定空き家といって、ちょっとこの空き家、迷惑よっていうのがあると、はい、行政の指導が入って、それに従わないと罰金、それで固定資産税が最大6倍になっちゃう、だから今ね、空き家を解体するっていうニーズがある、はい、ただニーズっていうのは、空き家解体してそれで終わりじゃないでしょう。 そのの中で一番多いいが駐車場にしたいなるほどそうじゃなかったら新しい家を建てて売るという駐車場の方は経費はじめかからないので,、ね、で駐車場を作りますとそこの上にこういったものを建てますと、はい、また更地にしたところに作る新しい建物はガレージ付き賃貸住宅、うん、だからどちらにせよ解体っていうのは更地にするのが一番初めなんだよねスタートはね 2つの商品というのは、非常に、ね、マッチししたたもんだと思いましたね3つ目の事業、はい、これは中継の中で3つ目、4つ目、事業ポートフォリオの多様化、うん、これはサスティナビリティにつながると言ってたので、そこの部分も見ながら、今の2つの事業、これが成長していくのを見守っていきたいなと思いました、はい、セ m ナ l あるマーケットブレイクスルー、次回もお楽しみに。 この番組は SBI 証券の提供でお送りしました。